わわわ。すごい。ブラッドソン正義まで来た。ちょっと待って。はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回のバックバックバトルズやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、サムネイルからわかる通り、プレゼントをやってみました。あれ、かなり面白いですね。なんかゴールドの代わりにアイテムをくれるよというふうな、アイテムなんですけども、そっからのね、ランダム性能のドキドキ感っていうところがね、めっちゃ楽しかったです。もしよかったらね、買ってみてください。はい。かなり強いと思います。うん。かなり強いです。ちょっとこの動画見てくれればね、わかると思うので、見てくれればな、というふうな感じです。それでは動画の方見てください。どうぞ。ほうき？あれで杖作ってみる？まあ、やろうっつっても、それに持っていけるかわかんないけど。どうしよう。何が必要なんだろう。いや、買っとこう。正直わかんない。正直ね、杖強そう。ぶっちゃけさ、ここでさ、なんだっけ、これを作る必要性あんのかなってなる。正直手袋は持っとった方がいいよね。早めにポンポンやから。あぶね。あとはこれさ、待って、杖ってさ、わー、やりくるんだ。やりくるならやりでいいなってなるよね。ぶっちゃけやり触れるか、これ。やりやりやりや。まあ、どうせ、あれ半額だからさ、痛くも痒くもねえから、あ、無理だ。石返してよ。ね、石返してよ。お願いだから。いいや、これで。ナイス。これさ、ちょっと待って、俺これ、まだ買ってないんだけど、これ強いの。ちょっと教えて。本当に教えて。これ強いか弱いかわかんない。ショップエンタードインステッドオブゴールド、you receive item with a higher value。 いないっていうかわかんない。スタートオブバトルゲイン5ランダムバフ。そういうことね。金の、あ、だから、金の代わりにもらえるってことね。じゃあちょっとやるか。ちょっとクローバー売るわ。待って。いや、クローバーちゃうか。いや、クローバー売るわ。手袋でええか。行くか。ちょっと待った。いや、手袋売るわ。いらねえ。まあ、来いよ、サンタさん。まあ、ここは負けてもいいかな。うん、仕方ない。勝つさ。で、こっからなんか出てくるってこと？カモン。え、やばっ。ええ、ちょっと待って。ええ、レンジャーでもカード出んの？え、カードデッキも出てくんだ。買いたくても買えねえんだよ。買いたくても買えねえんだ。やっぱね、俺はなんだっつったら配信者だから、やるしかねえだろ。くそ、買え。うわぁ。わぁなのかな。わ、あ、でもすげえ、ハイヒーローポーション。ハイヒーローポーションも来るんだ。すごいな、これ。ちょっとこの冬月先生だけキープしとくか。行こう。うん。わかってんだよ。そんなの。
すごい、ちょうどいい、最高じゃない？いいね。やっぴー、かい、いやいらない、救援も済んだこいつちょっと待ってね、カバンがねえのになんでこんなカバンを圧迫するようなものしかくれないわけ、このプルサンタさんって。え、バカなのサンタさん。ちょっと売るわ、売るけど売りながら行くわ。ちょっと待って、これは売るんだけど、なんかわけわかんなくなってんだ今もう。なんか初めての出来事すぎてわからない。ちょっと待ってな、これ買うふりして、とりあえず買うふりして、もういらないんだけど、ちょカードデッキもいらないかな。すごいこれクローバーつけど、まあ2マス埋めるからな、いらないな。やばくちっちゃ、ちょでっかいバッグ欲しい、お願いでっかいバッグちょうだい。まあいいか、ほんでこれさ、いいんじゃないのこれ、いくわ、悪くないでしょう。あ、クソ強えじゃん、天才じゃん、クソ強えや。いや、いらない。あ、これもうあれか、あ、じゃあ作ろうかこれなあ、こんなにこれ来るならじゃあこれ作ろうか、虹空やれっつってるよな。松明火ついとるわ、34、え、じゃあ出ないでしょ、34ゴールドなんて入るの。え、だってこれ12円の代わりじゃないの。え、あ、違うわ、え、違うわ、あれこれどういうこと、これハンターだよね、ハンターハンターだよね、全アイテムをセール価格で手に入るんだ。あ、これセール価格で今入ってるってことな、半額なんだ。はあ、なるほどね、なるほど。とりあえず、とりあえず松明ってパイナップル買おう、パイナップルちょっと待って、あの松明はもういらないから売っちゃうんだけど、もう売ったんだけど、うわー、ちょっと待って、これめっちゃ時間つくわ。ちゅうちゅう、うん、近い。で、パイナップル、せっかくあの、お金作ったけど、特に使うことはなさそうだから、もうこれでいこうか。まあ悪くないんじゃない？うわー、体力なくなんね。あー、くそ。あれが多いんだね、なんかこの石が、弓、石ころ多いんだな。ラッパいらんから、カバン欲しいな。盾、いやー、トゲ盾とかいらんもんな。あ、トゲ盾じゃなくて欲しいな。触れちゃってんだもんな今、アーマーポーセが入んないんだよね。うわー、これもういいや、これでいくわ、とりあえず悪くなかった。行こう、頼む、いや、いけるでしょ。リブソーが抱えてくれるはず。ナイス！イエイ！いいね。いや、すごいね。なんか、レンジャーでもさ、これが使えるって考えるとすごくない？これマジでワクワクするな。いらないけどね。うん、速攻売るんだけど。うん、ごめん、速攻売るんだけど。すげえワクワクする。パイナップルいらないけど、おい、なんでこんなパイナップル
これだからあれなんだよな、多分スイカゲームの影響だろうな。あ、絶対これスイカゲームの影響だわ。おかしいもん、いらないはずだもん、パイナップル。スイカゲームの呪い、パー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 っつって。意外に強い意外に強い。うわクソ豚来てら、入れ墨入れられてる、もうかわいそう。出荷された時にもう入れ墨入れられてる。こうしたいな、チュッてさせたい。とりあえずこれいらないじゃん、これもいらない。ブルベほくろいらないから、ほくろってカバンがないなぁ、やっぱ。頑張ったべ、でも。な、いいよな。行こう。いや、いけるべ。いけないかな。強い。これなんですよね。リブソー、ノンノンノンのプレゼント。うん。そう。リブソー、ノンノンのプレゼント。もういらない、これ。どんだけ使えっていうの、壊れちゃうカバンがねえ、圧死する。おい、なんだこの勇ましい顔は。もうサンタさんダメだね、これ。このサンタは、あー、ちょっと待ってろ、一回な、いろいろと可能性を考えながら置かなきゃいけないわけよ。あれ今さ、体力ポーションで使ってたかな。とりあえず行こう。うわー、カバン引けねえな。あー、2マスバッキュ欲しい、2マスバッキュ欲しい、2マスバッキュ欲しい、2マスと言わず5マスも欲しいわ。4マスだ。かか。こうして、こうやな。いや、おもろいわ。これね、ゆっくりするとさ、こういう時に負けるから嫌なんだよね。きついかな、体力ポーション。いや、でも強いわ。余裕だ。やっぱサンタさんって偉大だね。うん。やっぱサンタさん好きだけどさ、もっと好きになった。今日で。うわこれ16円のやつが来ました。壊れちゃうわ。これ壊れるわ。これな、な、これ、え、ちょっと待って、いらないじゃん、これ。ちょっと待って、カバンの中がマジで汚い。売るもんがさ、難しくなってるわ。絶対に、これいらないわ。うん。もういらない、これあるし。待って、プレゼント置けなくなる。まずい、それは。ちょっと待って、サンタさん。いや、ちょっと待って。置けるか。いや、パイナップル置こうと思ってんだけど。これ、触れなくなりそうだけどな。どうなんだろう。でも、弓の方がいいかな。まあ、いいか。これでいいんじゃないですか。はい。そ、強い。ちょっと待って、全然体力余裕だ。あ、だリブソー速くていいんだな、やっぱ。ちょっとここ上げんのやめよう。うわ、すっごっ、すっげえ。
初めてだ、こんなことになってんの。すごいなこれ。え、これみんなプレゼント絶対買った方がいいよ、マジで。一番強いかもしんない、それ一番楽しい、ゲームやってる感ある。約束な。これ一番楽しいわ。人が壊れる。うん。一番強いし一番気持ちいい。全然余裕だろ。やば、強あれ、なんか合体しちゃった。ちょっと何勝手に合体してんの。合体させられた、すごい。ちょっと待って、これすごい、どうしようこれちょっと待って、すっごいんだけど。こんな豪華な剣あるなあ。こんな豪華な剣ありますか、世の中に。ないですよね。 あこっちの方が強そうだ、ね、うるせえ。いや負けないと思うんだよな。ああ、0秒ランプ、0秒ランプ。あ、やべ、悪党の剣か。だる。きついかな。悪剣。いや、無敵だるいか。頑張れ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 。ナイスー。わーわーわすごい、ブラッド・ソン・マサヨシまで来た。ちょっと待って。ソン・マサヨシも来んのこれ。いらないけど。お祭りだこれ。お祭り。マジかよ。うわ、やべえこれ。ちょっと待った。わけあかんねや。カバンが汚くすぎて。まあ、いらないよね。うわー、これ売るってすごい豪華じゃない、ちょっと実際ブラッドソン・マサヨシにしても弱いもんね。こっから形変えても絶対こっちの方が強いよな。うわー、売りたくねー。まあ売るか。すげえなー、あれを売る時が来るとは思わなかったわ、このゲームやってて。まさかあいつを売るとはな。俺も変わっちまったな。11円あるわ、めっちゃ金がある。すごいなこれ。これがお金持ちの見る世界なんだな、多分。お金持ちの景色ってこれなんだな。やっとわかったわ、俺は慣れねえじゃん、うん、わあ、弓欲しいけどもういいや、なんかもうなんかおかしくなっちゃうかもしんない、このまんまだったら成金 YouTuber になっちゃうこれ、うん、まずいわ成金 YouTuber は。あーでも相手の方が強そう。あ、これ負けるか。いや、あ、勝つか。ナイス、強いな。あ、
まあでもそうだね、手袋あんまないしね。まあこれは勝てるか。これ10円なんだ。あのさ、虹すら来ねえかな。虹すら来るんだったら虹すら来て、なんか最後はね、なんかちゃんちゃんで終わりたいのに。ここはあれだな、配信者の引きだろうな。持ってる配信者だったら引くんだろうな。なら引くな。なら引くわ。もうなんか、もうなんか どうでもよくなっちゃってる今。はいはいって感じなんだよね。金が持つと人が変わるっていうけど、やっぱこういうことなんだな。こっちの方がチヤホヤされてるから気持ちいいだろうな。これでいい。頼む、虹すら来い。虹すら、ちょっと俺これレイズ3でいくわ。虹すら来るように今念を送ってる。ヒゲオトンチャンネル、いや相手強そう。勝てよ、勝てるだろ。いったな、勝つさ。頼む、虹すら来い。34円だよね確か。34円ってことは17円で来る。今17円でしょマックス。来い来い、頼む来い。虹すら、虹すら来い、カモン虹すら。もうだんだん、もう最後、何これ最後にゴミって。もうゴミが来たんだけど、めっちゃありえない。許せない、許せないわこれ。なんだ最後にこんなゴミが来んの。今までこんなんくれてたのに。ちょ、ごめん。ちょ、サムネイルとして。うん、一番いらない。初期の方で手に入る。全部。全部初期で手に入る。意味わからん。これサムネイルだな。でも意外にスチールスラバール、スラバードというか、虹、あ、なんだっけ、これ。これ強いな。この宝石乗ってるから今強いのかな。どうなんだろう。普通に強い。ちょっとここ置いといて、ここしようか。これサムネな。よし。よし、行ってきます。思い残すことはない。お、ゼロ秒ランプ。あ、違うわ。あ、ゼロ秒ランプだ。相手の方が強そう。すごいな。よくこんな集めたな。いや、勝てるはず。うちサンタさんのね、カゴがあるから。負けるはずがない。これで負けるってことは、サンタさんがね、この世の中にいないってことになっちゃうから、それだけは良くないし。え、なんでこれこんな入んないんだ、ダメージ。なんで？あれ？これなんでこれ？ゼロ秒ランプ。いや強いわ。宝箱強っ。宝箱じゃなくて。楽しかったー。